はい、どうもこんにちは、ハッキーです。今回もね、リバティシティストーリーズやっていきたいと思います。で、今回はね、前回知り合ったばっかりのこのドナルド・ラブのミッションからいきたいと思います。おい、スティーリング・ザ・ボート。ほう、まあ選挙やからな。 DL って呼んでんねや。どうだ、選挙活動接戦だ、一票も逃せない。オドの番、うまく無党派を取り込んでる。キャンペーンカーを用意した。こっちもすぐに、ほう、街を回るんだと。バンに乗れ。おお、すごい選挙カーや。いいね。激戦区のチェックポイントを回って票を獲得しろ。なるほど、今回のミッションはあれか、票を獲得するというのがミッションかな。なんかあれやな、いつもと比べたら平穏なミッションですけど、まあ多分これで終わるわけもなくと。 GTA の世界でね。お、なんか言うてる。あれか、ドナルド・ラブに清き一票ってやつか。清き一票って久しぶりに聞いたな。何、オドノバンもバンを出動させた。くっそ、しかもなんか2台ない敵。それはせこいな。かなりせこいぞ。ん？ 5つ、7時45分までに5つの選挙区。ほう、音の番に選挙区を奪われるな。あっち、あれ、何、選挙区奪われた。くっそ。なんか言うてるな。トニーが何を言うてんやろ。ドナルド・ラブのあれを応援をしてると思いきや、うわ、やばいって、めっちゃ奪われてる。ドナルド・ラブの名前を言ってると思いきや、オドノバンのなんか悪口言うてないか。おお、なんか言うてる。オドノバン is communist って言うてる。共産的やと。なんて言うの、日本、なんて言ったらいいんやろ。オドノバンが下着をなんか言うとったな。すごい、なんか選挙演説というよりか、ただただあれやな、対立候補の悪口言うてるだけっていうな。それで票を集めれるリバティシティもすごいな。さすがリバティやな。やばいやばい。ちょっと待って、これめっちゃあれやん、ハードやな。5つやろ。やばいやばいやばい。オドノバに選挙区奪われた。奪いまくりやん、マジで。あいつらくっそ、人の選挙区奪いやがって。何しとんねん。こっちはだって1台しかないのに。やりよんな、マジで。あいつら北の方来たから、その間に南の方行くか。このまま邪魔されてはね、ちょっとあれやから、選挙で勝たれへんからな。票全部奪われてまう。急げトニー、こっちや。これを取れば、あと、よいしょ、あと2箇所頑張れ。このバンもめちゃくちゃ運転しにくいよな。そうそう、恐ろしいぐらい運転しにくいよ。オーラ、オッケー。あと1箇所、あと1箇所。うわ、くそ、あいつらマジで邪魔すんの大好きやな。早く早く、さっき奪ったばっかりの選挙区ここの選挙区は奪われやすいな。なんか揺らぎやすいねん、なんか市民が。すごく市民というか区民が、あれなんよ、軸がないブレブレの区民やから。くそー、車が邪魔やな。あと1個、あと1個、あと1箇所、早く早く、あと1箇所。お、そこ右に曲がれば。タクシー邪魔、右に曲がれ、行け。おー、よっしゃ、十分な選挙区が確保できた。次は対立陣営の番を始末しろやばいやろ。
ミッション内容えぐいて、さらに選挙区を増やせばボーナスだ。そんなボーナスいらんけど。やばいやろこれ。ドライブバイを決めるには、ああなるほど、これ完全に選挙法違反やろ。こんなことしたら選挙法違反どころかもう刑罰やろこんな。うわ、お米が炊けたお米が極うまで炊きましたからね今回。1時間で炊いた米はめちゃめちゃうまいで。よし、どうやったっけ。いいね、いい感じに固まってくれてる。パタ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 、オッケー。弱いな。オッケー、ダート1台パタ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 、えい、ミッションコンプリート。いいね、よし。結構大変やったけど、まあ1個クリアということで、ちょっと前回から気になってたあの教会のなんか懺悔のとこ行こうか。これ懺悔ミッション。懺悔にミッションもクソもあるんかって話やけど、行ってみますね。なミッションかどうかもわからんないけど、入れるだけかな。 LC コンフィデンシャル、あこれミッションやな多分。お懺悔室や。神をお許しください。お前は悪魔に見入られてるぞアントニオ。聖母マリアに祈るか、神の汚れ仕事を引き受けるか。いやむしろ後者しかないというか強制的に後者を選ばされたアントニオ。迷える子羊がトップアスリートたちのドーピング疑惑を捏造したと告白して、嘘の報告書が FBI に渡るのを防げば彼らを守られる。お任せください神父様。これ何の関係があんねんこれ、聖母マリアとかと。意味分からへんけど、 FBI の車を奪い22時5分までに待ち合わせ場所を行け。どういうことやねんこれ。これでお許しが得られるんか。これ余計罪深くなりそうやけど、なんじゃこのミッション。ほんまになんかこういうとこもええな、ちょっとバイスシティ味があってええわ。むちゃくちゃな感じね。絶対あれやんか、なんかあの神父さん怪しいやん。もう絶対なんか裏でやばいことしてるやつやんか。よし、そんなことを言うとねトニーに怒られますからね。神父様を悪く言うなっつって。え追い出された。えこんなんあるんや。へえすげえ。リバティシティストーリーズは作り込まれてんなやっぱ。ちょっと待って FBI どこ、ここ上かよ。こっちから行かなかのか。じゃあここをこう行って。そういえばね今日のトニーの服装あれ紹介したっけ。 してないですよね。あのアントニオの私服っていうね、前回あのゲットしたばっかりの。そっちかい。ちなみにねここ間海になってるんで、めちゃめちゃ立ち悪いですよねこれ設計したやつ。うんめっちゃ立ち悪い。こう行ってよし。なんか消防車も止まってるけど、この間に FBI の車があると。よーしバイバイ。オッケー、待ち合わせ場所行け。ちょ待って、危ないよ。どいてよ。待ち合わせ場所に行くと。任せなさい。これどうやってあれだっけ、サイレン切るんやったっけ。あそうこれサイレンの切り方が未だに分からへん。お取りすぎた。このまま行くか。じゃあよし、神父様のご命令やからな。は？なに？ね、時間間に合わへん。やばい。あ、くそ。マジか。ごめん神父さん。ちょ、やり直すわ。よーし、今回はね、もうまっすぐ来たんで、いけるやろ。ちょっと邪魔者は殺そう。うわ、オッケー。星3か。まあいいやろ。
こっちは FBI の FBI のなんかアンドロイドみたいな発音の仕方してもうた。 FBI の車やからな、大丈夫なはずや。おい、いいね君、いいカークラッシュだ。よし、でもね、もうここ曲がればいいだけなんで。そういえばここね、あれ誰だっけ、あいつから防弾パトリオットもらったとこですよね、 GTA3 の時に。レイヤ、そう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 、レイ・ワショウスキーやったっけ。お、早かったな。誰だあんた、ジョン・オーはどこだ。遅れるとさちょっと待って、 FBI 来てるけど、いるじゃないか。え、それを渡せ。え、あ、そうか、こいつがバラしたってことか。情報提供者を逃がすな。ジョン・オーって誰やねん。あ、ジョン・オーに秘密提供をしようと思ってたってことか。なるほど。オーラ、ジョン・オーが FBI のそういう取り締まりをしとったやつってことか。やばいって。ちょっと待って、お前らええ加減にせいすごい棒立ちやけど。 OK、 リバティツリーに報告書を届けろ。オッケー、これも全て神父様のご命令やから、もう間違ってないはず。神のお許しをもらうために。よし、もうすぐやぞ。でも教会に届けなあかんのかな。教会に届けたら FBI ついてけえへんかな。大丈夫。こっち、うわ、これあれやん、時限爆弾のおっさんがうようよおったとこやん。ここが OK。 ほい、よし、ガレージ、 OK。 デン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 、マジで何のミッションやねん、ほんまに。最後の最後まで意味わからんけど、まあクリアしたということで。じゃあもう一個ぐらい行こうか。もう一個ぐらい行こう。じゃあサルバトーレのミッション行きましょうか。ちょっと遠いですけどね、北の方にあるんで。行きましょう。よーし、ここら辺かな。お、なんかめっちゃでっかい船ある、フェリーみたいな。え、あれ乗れるもしかして。え、乗れたらやばいけど、マジで。 GTA3 にはなかったから、多分。ロマンあるな。よし、コートインジアクト、どういうこと。お、猿や、どこへ。市長の相談役とミーティングだ。フランコ・フォレッリ。お、フォレッリ兄弟のフォレッリね。フランコって名前なんや。ミーティングすごいとこでやんな。ミーティングの癖がすごい。おい、勝手に乗るなよ、一緒に来い。嫌なこった、全然協力的ちゃうやんか。急げ、 SP が目を光らせてる。え、何の状況が全くつかまへんけど、どういうこと、どういうこと。今から何が起こるの何、撃ち落とせばいいのこれ。そういうことよ。もう展開が急すぎんねん。うわ、お、 M4 やんか。 M4 は強いで。M4 は強いですよ。まずどうやってそこに登ったんやろ、みんな。左だ、トニー。何こいつが。うわ、 OK、 ヘッドショット、それは熱いな。はい、右にいるぞ、忙しいな。どうや、おお、早を倒さなあかんからな、早を倒さな。はい、前に敵だ、忙しい忙しい。いや、これは多すぎるって。ちょっと猿、ちょっと飛ばして。これは無理や。おい、この感度の高すぎるエイムじゃちょっと厳しすぎる。こっからはもう撃っとこうか。もう見えへんけど、当てずっぽうで。ちょ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 、海が揺れる。桟橋にもいるぞ。ちょっと待って、おじいちゃん、ちょっと。あ、ドラム缶あるやん、よう見たら。
おー、俺売ったけどな前に。あれか、おじいちゃんが破壊したんか、そういう演出か。うわうわ、おじいちゃん対おじいちゃん、オッケー、ヘッショー。クソ SP め、ヘリまで出してきやがった。なーに、全員おじいちゃんっていうね。うん、やっぱ洗練された人じゃないとこういうのはできんのかな。うんこ座りのおじいちゃんたちがあいつ仕事する気ないやろ。うらこっち来やがれ。オッケー、強いね。やっぱダメージも結構危なかったな。お、これでオッケー。フランコの指示がなければ市長はクソもできねえはずだ。市長は誰とも組んでない殴ってる。あ、待ってくれ、その通りだ。手のひら返し。え、シチリアン、シチリアンか、あいつか。フランコを使ってファミリー同士を抗争させるのが狙いだ。それが落ち着いた頃に町をいただくつもりだし、漁夫乗りってやつやな。なるほど。トニー、アートで連絡する。わしはこのゴミを片付けてくるほー、また新たな情報が分かりましたね。マッシモですよね、確かね。シチリアンのマッシモがもう抗争させといて、シチリアン以外の勢力を抗争させといて、おで自分は漁夫の利を得ると。よ、サルだ、トーリントンの公衆電話に行け、話したいことがある。それからアスパトリアでわしの協力者に会え、死んだことフォレッリに圧力をかける手助けをしてくれる。ほう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 。え、ということはまた新しい人が増えた。マカフリー、なんなんそれ。マカフリーって誰やったっけ。おった、そんな。それか新しい人物やな。ここら辺はちょっとコメント欄で教えていただくしかないな。お、ドナルド・ラブのすぐ近くの公衆電話のとこにサルバトーレのミッションが出てきましたね。よし、じゃあね、今回はこれまでにしたいと思います。やっぱりなんかますます面白くなってきましたね、ストーリーがね。そうそう、黒幕がだんだん暴かれようとしてますね、マッシュもね。もう最初から怪しかったけど。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。